頂上決戦は掛川城で火蓋が切られました。将棋の王将戦七番勝負が昨日から掛川市で始まりました。史上最年少での五冠を目指す藤井聡太四冠と4連覇を狙う渡辺明三冠、スター棋士同士の激突に地元も沸いています。藤井聡太四冠と渡辺明三冠、将棋八大タイトルのうち2人で実に7つを占めている棋士同士による天下分け目の王将戦は、昨日と今日が第1局です。掛川城が対局場ということで、掛川城の天守も近くに見えて、すごく落ち着いた良い雰囲気の対局場だなというふうに、はい、感じました。5局以上指している中では多分数少ないそういう縁起がいい場所なので、今回決戦の舞台となったのが掛川城。こちらが王将戦の会場となります広間になります。2人が対局する二の丸茶室は伝統的なすき家造りの建物。普段は庭園を眺めながらお茶を楽しむことができます。王将戦の舞台となるのは今回で13回目です。両棋士の戦いを皆さん、とても私も含めて楽しみにしております。掛川城では世紀の対決を盛り上げようとこんなものも用意しました。こちらです。将棋の駒をイメージした木製の五条院です。地元の森林組合と協力して1000枚作りました。渡辺三冠と藤井四冠のサイン入りで、昨日は朝9時からの発売を待って40人以上が列を作りました。この将棋があるので御朱印が欲しいのと、まあ応援しているというところがあるので、今回は田辺さんと藤井聡太君でやるっていうのがなんかすごいなと思って、今回はすごい特に応援している感じです。自分が好きで娘と一緒にお城を見ながら。地元掛川の将棋ファンも注目の一戦に大興奮です。同じ空間に藤井さんと渡辺さんがいるということで、すごい不思議な感じがします。どちらが勝つというよりもどちらにもちょっと全力を尽くして頑張っていただきたいなと思います。歴史的な、ね、対局になればいいかなと思います。渡辺さん、藤井さん、将棋頑張ってください。頑張ってください。将棋のタイトル戦といえば、毎回注目されるのが棋士が対局中に食べる勝負飯におやつです。渡辺三冠の今日の昼食は浜名湖産のうなぎを使ったうな重。ご飯は少し少なめです。かたや藤井四冠が昨日のお昼で食べた天ぷらうどんには、浜名湖で採れた車エビの天ぷらが添えられました。午前と午後に出るおやつでは、藤井四冠は掛川紅ほっぺのショートケーキに、こちらも掛川さん、お茶のケーキをペロリ。一方、渡辺三冠はキウイジュースが気に入ったようで、2日連続で注文しました。地元自慢の食材をパワーに、2人は現在も激しい戦いを繰り広げています。先手、同歩。